SB 又吉、情報漏洩を謝罪。又吉イエス。何言ったん？トレードになんか言ったんか？格差トレードに言及したとか。まだ正式には発表されてないんやろ。なんか報道あったんか。野村のトレードが正式発表されてなかったけど言及しちゃっただけやな。アダも新聞報道だけやったからな。これが原因で破談もありえるわ。また便器の不正か。西武、また漏洩か。ホークスって割と漏れやすい。斉藤正弘じゃなく同じドラ1左腕の竹内がトレードがいいな。そもそもスポニチだけ異常に早かったし、おもらし案件だったのか。うんこの。いくらマスコミでガンガン報道されても内部の人間は公式発表されるまでは知らん顔しとらんとあかんからな。これ野村プロテクトの流れやね。謝罪文でも若干漏洩させてるのくさ。又吉も戦力として手堅そうな FA 戦士かと思いきや怪我なんかもあってあんまり仕事してへんのよね。でこの件についてホークスさんはライオンズにどうお詫びしてくれる？ホークスからお詫びにウォーカーもらおう。秋吉と又吉、なぜ差がついたのか。ご視聴ありがとうございました。